急遽なんですけども、マシンの入れ替えが決まったんで、このノチラスのマシン処分することにしたんですけどもね、大概いる方がいたら、あの適可でお譲りしますけど、まあ、早めにしないと、この土曜日には旅立っていく運命ですよ、このノチラス。いいマシンですけどね、プルオーバーなんですけど、昔はこれやってたんですけどね、最近あんまりやらないんで、まあ、プルオーバーダンベルでもいいかなって感じですけども、これ、まあ、引き込むときすごく効くんですよね、まあ、ストレッチ部分も効きますけど、まあ、いいマシンですよ、作りもいいし。このマシンもさよならですね。 YY のレッグエクテンション&カールですね。2つできるからご家庭なんかにいいですよ。これいる方がいたら、まあ、土曜日までに連絡くださったら、まあ適可でって感じですね。まあこれさ、ジムのオープン当初だから23年ぐらい前ですかね。ちょっと名残惜しいんですけどね、まあさよならって感じですね。このハックスクワットともさよならなんですよね。これハックスクワットって言って、これ昔ね、大分にビッグっていう器具を作る、まあ、メーカーがあったんですけどね、そこで作っていただいて、これもジムのオープン当初だから23年、あ、違うか、これ、あの私が結婚した時にメンバーさんがお金を集めて買ってくれたんですよ、これ。人の恩は忘れちゃダメですね。結婚したのが93年だから24年前ですかね。まあ、なんとか続いてますけれどもこの器具はあれですね、そういうあれが言われがあるんです、考えたら。これ本当メンバーさんに買っていただいたもんで、まあ名残惜しいですね。まあ、使ってる人もいるんですけどね、まあちょっとこうスペース的な問題でちょっとまあ寂しいですね。まあいる方がいらっしゃったら、これ適可でお譲りします。